皆さん、こんにちは。ポップです。エフェクチャンネル。1月13日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ドル円の今週の値動きと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。今週はね、なんといっても木曜日に発表されましたアメリカの CPI。こちらで大きな動きをして、 え、トレンドが変わったというところもありますので、そちらの方もね、集中してお話をしていきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、チャートの方、早速示しておりますが、こちらのチャート、まず説明をしていきますと、こちらの水平線ですね、緑色の方で水平線を引いておりますが、これが過去にサポートレジスタンスが入ったところ。こちらのチャートは1時間足をね、示しておりますが、 この、えー、太めのね、水平線に関しましては、まあ、冷やしチャート等を使いまして、えー、過去のね、えー、大きなサポートレジスタンスですね。まあ、こちら、レジスタンス、サポート、えー、サポート、レジスタンス。まあ、えー、たくさん入っておりますが、えー、大きくね、冷やしベースでサポートレジスタンスが入っているところは、太めの水平線。そして、1時間足でね、直近のところ、サポレジが入っているところ、まあ、サポレジが弱いというところになりますが、こういったのはね、細めのラインで示しておりますので、 こういったところを参考にしながら。あと、黄色のこの曲線ですね。移動平均線は24を使っております。こちらの方は移動平均線が右肩上がりで、その上側にロウソク足があるときは上昇トレンド。そして、この移動平均線24が右下下がり。そして、その下側にロウソク足があるときは下落トレンドということで、こちらの方もね、参考にしながらトレードポイントをね、お話ししていきます。 ということでね、まず今週の振り返りでございますが、前回のね、動画でもお話しましたが、この145円ですね、太めの水平線。こちらの下側にあるタイミングでは、少しね、ショートを狙っていきましょう。このようなね、お話をさせていただきました。実際にですね、145円、一旦ね、抜けてから今週がスタートしたというところでございます。そんな中でね、移動平均線24にも頭を押さえつけられて、 下落トレンドということで、143円を目指す展開でございましたが、まあ、月曜日、火曜日は下落トレンド。まあ、しかしながらね、火曜日から水曜日にかけまして、この移動平均線24。まあ、このあたりでね、揉み合いながら、大きくね、この移動平均線を上抜けた。まあ、こういったところからですね、もう少しチャートの方を拡大していきますと、このような形でですね、月曜日、火曜日は下落トレンド、145円の下側。 まあこういったところがあったんですが、ここのポイントですね。移動平均線24を実体ベースで抜けてしまう。まあこういったような形になってしまいますと、一旦ね、下落トレンドは終了。そしてその上側、移動平均線24の上側でサポートが入ってしまったらショートは取れないかなと。そして、かねてからお話をしておりました、145円を抜けてしまったら、 これはね、ショートは取れないというのはね、過去の動画でもお話しましたが、まあ、このような形でね、水曜日以降、CPI まではですね、145円の上側で推移する。そして水、CPI のところですね、木曜日のところ、まあ、大きく動きましたが、結果的にはこの CPI は結果は良かった。それを受けまして、一旦146円を超えてくるというような上昇を遂げたんですが、 まあその後ですね、全戻しからの145円を一旦割れるというところ。そして金曜日には PPI の発表がありまして、まあそういったところで145円ですね。若干下回ってから回復しての終了ということで、結果的には145円付近まで戻ってきて、1週間をクローズしたというところでございます。まずこの大きく荒れました CPI の結果でございますが、こちらご覧ください。まあ事前予想よりも結果の方が良かったというところでございます。 CPI 前月比は0.2の予想に対して0.3%の上昇。前年同月比に関しては3.2%の事前予想から3.4%の上昇ということで、まあ、物価の方はですね、事前予想よりもまだまだ上昇しているというところが伺えるかなと。コアに関しましてもね、まあ、エネルギー等を除いたコアに関しても、事前予想よりも良かったというところでございますので、まあ、結果は強いというところが CPI の結果でございましたが、 ただ、この CPI の結果を受けましてですね。 まあ、今までのコンセンサスとしましては、3月ですね、3月の FOMC で利下げをするというのがね、まあ、今のところ、えー、大きな、ね、流れというところでございますが、この CPI の良い結果を受けてもですね、まあ、その3月のアメリカの利下げを否定するまでの強い結果ではないというところがね、判断されまして、結局大きく伸びた後全戻し、そして145円ですね、今までのレジスタンスがサポートとなっていたんですが、 えー、金曜日に発表されました、えー、PPI ですね。おろし売りの物価指数。こちらの方もね、えー、少し見ておきましょう。えー、こちらの方が、おろし売り物価指数が、えー、こちらですね。えー、0.1から0.1の予想に対しまして、マイナス0.1というのが前月比。前年同月比が1.3%から1.0ということで、事前予想よりか、えー、悪かった。まあ、こういったところを受けまして、えー、ドル円の方が下げる要因になったというところ。 ま少しばかり反発しましたが、今度は145円がですね、サポートではなくレジスタンスでいるかどうかというね、形になっておりますので、まあ来週に関しましては、この145円、ここをね、またもやサポートレジスタンスと見て、トレード戦略を立てていただければというところでございます。それでは具体的に来週のトレードポイント、見ていきたいと思いますので、チャートの方をずらしていきましょう。 ちなみにこの青い点線に関しましては、週の入れ替わりという形でございますので、来週スタートはこちら145円の少し下からという形になりますね。かねてからこれもお話しておりますが、トレードというのはね、上に行くか下に行くか予想して、ポジションをロングショートを取るのではなくて、 あくまでもね、どこかのポイントで、どのようなサインが出たら、ロングショートを取っていくか。こういったところが大切となりますので、今回に関しましては、145円。こちらのところを参考にしていただければと思います。移動平均線24もね、少し加味するような形でございますが、まず下に行く場合のパターンをね、見ておきましょう。これは何といっても、145円ですね。ここの下側でのレジスタンスを食らった場合。 かつ、えー、このね、移動平均線24。この黄色のラインの説明をね、えー、冒頭にお話ししましたが、この上側であれば、えー、移動平均線24が右肩上がりで、その上側にロウソク足があれば上昇トレンド。逆に、えー、この右下下がりの下側にロウソク足があれば下落トレンド。まあ、その流れからいきますと、まず下に行った場合を考えておきましょう。こちら、145円を超えることなく、 移動平均線24の下側でしっかりと長めの陰線が出た場合ですね。こちらの方、えー、見ておきますと、まあこのような形でね、長めの陰線が出た場合、ここはしっかりとショートで狙っていきたい。まあその場合は移動平均線24がですね、えー、このような形で上からかぶせるという形になりますので、このようなところ移動平均線24の下側、そして145円の下側で要線から陰線。 できれば長めの陰線が出たところ、ここはしっかりとショートを取りつつ、えこのね、金曜日につけました、PPI の後にね、反発したところ、ここを抜けるところもね、しっかりと加速するエリアという形になりますので、まあ、このところでね、ショートを取りつつ、利確に関しましては、143.50が今週の安値券。そして少し広げていきますと、その前のサポートラインが143円という形になりますので、 ショートを取った場合の利格ポイントは143円から143.50。まあ、このあたりで利格を狙っていく。こういったような形がよろしいかと思います。これがね、下に行った場合145円及び移動平均線24。その下側でのね、長めの陰線、もしくは要線から陰線にチェンジするところ。まあ、こういったところでショートを取りつつ143円から143.50。過去のサポートラインですね。 まあこういったところで理学をしていこうというのが下のパターンでございます。そしてですね、ちょっとラインの方を消しまして、今度は上をパターンですね。145円を超えた場合のところも計算しておきたいと思います。戦略を取っておきたいと思いますので、よろしくお願いします。145円に関しましては、まずね、勢いよく抜ける必要があろうかと思います。145円ですね、ここを抜けた瞬間、ここではまだポジションは取らず、 145円の上側、かつ移動平均線24の上側でサポートが出た場合ですね。145円の上側で陰線から陽線になった場合、その時の移動平均線24はちょっと色が同じで申し訳ないですが、まあ、このような形でね、少し上向きになった移動平均線、その上側にならないとロングは取らなくてもいいかなと考えております。 例えばね、今後考えうるところとしては、ちょっと揉み合うケースがあるかもしれません。揉み合った場合は、移動平均線24。この黄色のラインがね、横ばいになってしまいますので、少しね、大きめの上昇があって、この移動平均線24。こちらが上向きになる。まあ、こういったところをね、確認しつつ、その上側で陰線から陽線、サポートが入った場合ですね。こういったところは、ロングを取ってもよろしいかなと。その場合に関しては、利確ポイントは、 ちょっとこちら被っておりますのでずらしますと、まあ、前回の、ね、CPI の上値が146円を超えて146.50付近でございますので、まあえー、ここを、ね、超えるのは一つ、えー、大きな力が必要ということでございますので、ロングの利格に関しましては146円から146.50。まあ、こういったところを一、ね、つの目処としていただければと思います。えー、ということでね、えー、下に行ったパターンと、えー、上に行ったパターンですね。 両方、えー、お話をさせていただきましたが、まあ、共通しているところはね、145円の下側ではショートを狙いつつ、145円の上側ではロングを狙っていく。そして移動平均線24も、まあ、そこそこで、ねえー、参考にしつつ、えー、この移動平均線の下側にロウソク足があるときにはショートを狙って、移動平均線24、その上側で、えー、こちら、上側にロウソク足があるときはロングを取る。 まあこういったところをね、基本路線としまして、145円。ここをね、意識したトレードを週のね、前半部分は使っていただければと思います。そして、来週の予定も確認をしておきましょう。ちょっとね、切り替えていきますと、来週の予定ですね。こちら、月曜日、火曜日は特に大きな指標はございません。そして、水曜日ですね、小売り売上高。これ、アメリカの指標でございますが、ございますが、まあね、CPI ほど動くことではないかなと。 まあ、ユーロに関しましてはね、こういった消費者物価指数の改定値等がありますが、まあ、今回ドル円でございますんでね、小売売上高。まあ、少しね、動くなというところがありますので、あくまでもこの水曜日のね、小売売上高。この前の今回はパターンということで、ご認識いただければと思います。あと、まあ、ドル円でございますので、円の方は CPI、日本の所 CPI ですね、消費者物価指数が金曜日に発表されますので、まあ、こういったところもね、少し トレードををししししないといいいいととう、ね、意識をしていただければと思まますす。ので、よろしくお願いしますそれでは今回ねお話をさせていただきましたが145円こちらを意識したトレードを頑張っていきましょう最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではね皆さんこの連休にですねしっかりと過去の振り返りと今後のトレードポイントを自分なりに戦略を立てて来週の相場に備えてください